ごいよね。まさに苦戦してますか。苦戦してるわけではないとは思うんだけどね。県の人が見てくれるとか、ついてくれるのはありそうだなと思って。うん、私に企画をどんどん相談してくれればいいかな。なるほどね。明日天気になれ。ゆるく話していければと思いますが、現状が1040本ですね。1040本か、すごいよね。1040本って何ですか。アップしてる本数で始めて今までってことですか。あ、そうです。一般公開してるものだけで1040本なので、限定公開を合わせるとかなりの数。限定公開が何か分かってない。外部の人が見れないやつですね。うん、そんなの上がってます。上がってますよ。いろいろ素材とかも上がってるからね。うん、素材とかも入れたら多分もう2000本近いですよね。あるかな。今年上げたやつでそんなに再生いってるのってないよね。ヒヌマ夫婦。あ、ヒヌマ夫婦別として。意外とね、今年一番行ったの、P タッチキューブかもしれない。全然関係ないやつ。そうですね。ちょっといいテプラの使い方みたいな。うちで扱ってる商品でもなく、備品ここにピッてなんか貼るときに使う、ね。スマホでラベルできるよみたいな。あれが一番かもしれない、今年上げたら。昼間夫婦の次か。わかんないですよね、何で引っかかるっていうか。いや、本当そうなんですよね。フードのトースターはいいですよね。うん、あと、スタンレーのショールとかね。オッサンズの動画はどうですか。オッサンズの、ね、動画はね、全然いかない。いかないですよ。オッサンズ苦戦してますか。苦戦してるわけではないとは思うんだけどね。まあ、熱狂的なファンが多いっていう。少数だけど必ず。あと、あれこの前撮った僕、まあまあ言ってんじゃないですか。あ、そうですよね。あ、まあ、あんだけいっぱい揃えてる人もいないですもんね。サムネ強烈だったかもしれないね。ね、そうだね。うん、ラーメン屋も結構行ってますね。うん、ラーメン屋行ってますよ。ね、うん、あとあれですか、サウスヒルズ。あ、そうでしたね。うん、あのね、夜景撮れたの本当一瞬だったんだよね。いや、あれびっくりしましたね。ね、すぐ真っ暗になっちゃってね。うん、ですね。見えなくなっちゃって、何も。なんだかんだその今年もですけど、外ロケで撮れなかったことがないんですよ。それすごいですよ、本当に。雨予報でもとりあえず撮れるんですよ。はい、もうちょっとあの検索に引っかかりそうなやつとか頑張るよね。ちょっと狙ってやってみてもいいのかもしれないですよね。うちだったらやっぱりサムスとかブルーノとかの方が見てもらいやすいし、うん、去年撮ったやつですけど、チャムスのこのポップアップサンシェードは今年になってからすごい見てもらえるようになって、北沢さんが初めてしまうのがなかなかしまえない、しまえないっていうやつなんですけど、じゃあ佐久間さんが、北沢さんが出ないからって言って佐久間さんが出てきてパッてしまうんだけど、そこだけ異常に見られてる。普通にマニュアルって言って普通にマニュアルとしてしまい方を見たい。なるほど。やっぱそういうマニュアルとか取説みたいなところありなのあるんですかね。ホビバンのね、テントサウナを開封して設置して撤収するっていう動画はまだあんまり待ってない。そうですね。マニアックだからじゃん。マニアック。最近結構視聴者プレゼントが多いのがなんかあるんですか。いろんな意味があるんですけど。回ってるものもあるんですよ。雑貨屋のリアルですね。視聴者さんがそれで喜ぶんだったらそれがいいです。そうですね。通販を頑張りたいんですよ。今そのネット通販で仕入れて売るって言っても、もういろんな先行してる企業さんがあるし。そうですね。でなってきた時にうちの通販サイトに来てもらうのにもちょっと使ってるっていうか、あの視聴者プレゼントの応募が通販サイトから応募するようになってるんですよ。うん、だいぶこっちの都合です。検索ワードとしては強めの誰なのかなって、視聴者プレゼントとかプレゼント企画とか、はいはいはい、なので初見の人が見てくれるとか、たぶんついてくれるのはありそうだなと思って。うん、直接関わらない人からすると、社長が会議以外でそういうアウトプットがあるのは嬉しいというよりかは、なんか知れるっていうことは結構いいことなのかなと思います。うん、そうですよね。オッサンズでたまに出てくる人になってくるトランポリンやってるよ。僕何やる？そうなんですかね。だからオッサンズは、はい、リオ男子への道をちょっと一回やってくださいよ。いや、ありますよ、あります。それをもう富田さんが企画してくれて、めこれ使える。まず、はい、謎謎みたいな美容に関してのクイズをオッサンズに私が出します。はい、それでもう絶対答えられない。そうです。それで私にバカにされて、はい、そこから美容男子への道が始まる。へえ、すごい企画だ。美容売ってますしね。やっぱりこう雑貨販売を
けですから、はい、多少なりともそのサウナとか、そうですね、そういうキャンプとか以外にも興味を持ってもらわないと、そうですね、困るわけです、はい、確かにね、その辺の美容とかになると分かんないです、ぶつけてるんで、ね、最近でもあのホワイトニング行ってるけどね、あー、丁寧で歯医者やってる友達がいてね、いいですね、うん、美容男子への道をおっさんとやってもらいました、ちょっとね、赤返らせてもらいますけど、うんうん、こうやって言う割に、いや、俺らなんて別にそんなのやらなくてもいけるからなんか自信ありましたよね、謎の自信持ってる、若い方かなとは思ってる、美容男子客はいいです、運動は何ですかね、せっかくあの社長と部長という立場なので、はいはい、その立場から見たときに、はい、どういう部下だと優秀だなって思うのかとか、はい、あ、それいいですね、逆にこういう人材だと、はい、あ、見切る人材なのかとか、はいはい、めちゃくちゃいいこと言うじゃないですか、うん、そうですよね、うん、まあ、私に聞かれるどんどん相談してくれればいくらでも、はい、なるほどね、全然答えたくないな